はい、リアルオーダー、オンラインサロン、今日も始めていきたいと思います。今日は、ゲストに、来てもらっています。フォーエバールックスの、はい、斉藤優真くんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。斉藤くん、付き合い結構長いんだよね。めっちゃ長いですね。実はね、もう何年ぐらいになるの？もう10年ぐらいじゃないですか。10年ぐらい、はい、だって今偉いんでしょ、だって会社で。すごいらしいじゃん。一番偉くなりました。そんな偉くなったの？はい、取締役になりましたね。すごいよね。場所は変わってないんでしょ？場所は変わってないですね。今、板橋？板橋です。志村三丁目と板橋は一緒か？志村三丁目と志村坂上と、高島平で4店舗。4店舗で一番偉いの？4店舗で一番偉いです。大丈夫な。そういうこと言ってたら周りだもんね。大丈夫です。そう。すごいよね。はい、おかげさまで、うん、調子いいんでしょ、だって3店舗。あ、まあまあ調子いいですよ、全部、ね、全部の店舗。すごいよね。でもなんか板橋でずっとやってたけど、うん、僕最初のサロン青山だったんで、うん、その青山のサロンに負けないお店を板橋から作りたいなって思ってて、うん、で板橋でやってるけど、まあ、青山原宿よりも売り上げも作れて、で青山原宿でやってるようなことも全部板橋のお店できれば、うん、まあ、ブランディングも完成するし、まあ、全部整うんじゃないかなと思ってやって、まあ、今みたいな感じになってます。はい、なるほどね。そうですね。で、志村三丁目が本店で1店舗ですね。本店ですね。はい。あそこはどうやって選んだの？あれも結局その他になんか美容室がないかを調べて、うん、でも全然なかったんで、エリアに、うん、でしかも駅から近くにちょうど物件がいたんで、うん、出しちゃえみたいな感じですぐ出しました。あれ住んでる人多いんでしょ？住んでる人多いですね。今もで団地みたいな駅の向こう側に住んでる。そうで今あの結構マンションもいっぱい建ってるんで、うん、もうどんどんまだ増えてますね。うん、多分これをこれから見てくれそうな人たちがさ、はい、やっぱり青山とか原宿の美容師さんたちばっかりじゃなくて、うん、そういういろんな東京だけじゃなくて全国のそういう住宅街とかね、人がいっぱい住んでるようなところで美容室やってる人たちにも結構見てもらえる機会を作りたいと思ったので、はい、そういう、ね、青山原宿だけがまあ美容師さん、ね、ってわけじゃないから、そういうところで斉藤君がなんかどういうふうに、ね、工夫して結果を出してるとか、そういうね、いろんな人のなんかヒントになるような、はい、うん、話がぜひ聞けたらいいなって思って、はい、ちょっとゲストに来てもらってるんで、はい、ありがとうございます。ちょっといろいろお話をこれから斉藤君にしてってもらいたいと思ってるんですけど、はい、でもあんまりサロン出てないらしいじゃない。そう、最近はここ1年2年ぐらいはなんかあんまりお店に出なくて、うん、まあ、なんでかっていうとその雑誌の仕事が増えたのと、まあ、コンテストも出るようになったのと、うん、であとその地方でセミナーとかやらせてもらったりとか、あとなんかカラー剤の開発、まあ、ちょっといろんな外部の仕事を取れるようになってきたんでお店に出れなくなっちゃったんですけど、それでお店に出なくてなんか売り上げがドーンってこうなくなっちゃうと、やっぱお店もやばくなっちゃうんで、まあそうならないようにどうやったら、まあ、その自分がお店にそこまで出なくても売り上げ稼げるかをまあ、ここ2年ぐらいでしっかり考えて、でブランディングができるようになったん でそれこそ今業界的にはなんか生産性とかタイムパフォーマンスとか、まあ、言われてるんで、まあ、その辺意識するように、まあ、したらやっぱり月2週間ぐらいしか出ないけど、まあ、指名売上250万とかを毎月まあ出せるようになって、まあ、技術売上だけでも200万で、店舗はだいたい毎月50万から60万ぐらいで、客単も1万3000円とか、まあ、そんなような感じにまあできました。で出てる日数少ないんだもんね。めっちゃ少ないですね。だからもともと持ってた売上を減らさずに日数減らして、でそれで作った時間でいろいろブランディング雑誌だったりとかコンテストとかやってるんでしょ。はい、あの辺のエリアとかでさ、そういう雑誌とかそういうの出てるサロンってあんまなくないよ。ほとんどないですね、うん、ほとんどないんで、やっぱりそれをやれば、うん、やっぱりその、まあ、今って青山原宿に行かないで近くでいい美容室がないかなって探してるお客様って結構いるんで、
だからやっぱり、まあ、やっぱり青原でやってることっていうとこう雑誌に出てるってなったりすると思うんで、だからうちが雑誌にいっぱい出れるようになれれば、お客さんみんな来てくれるかなと思って。やっぱり青山原宿に行きたいってわけじゃないけど、そこに行ってやってもらえるレベルをさ、その近所とかさ、はい、家の近くでも求めてくる人とかっていうのが結構いるわけ。やっぱりいますいます。あのエリアだと特に青原もそうですけど、まあ、銀座とか、うん、行けるね、結構一本で行けるんで、ね、だからもう最初はあれですよ、銀座に行ってたんだけど私みたいなお客さんが来るんですよ、うんうんうん、でうちに来て、うちが雑誌とか出てない時はやっぱりなんかもう銀座とか青山だとこうやってやってもらってたのよみたいな感じだけど、今はもうその雑誌も出てる、まあ、インスタのフォロワーも多い、コンテスト賞を取ってるとかっていうと、まあやっぱり扱いが、お客さんから僕らへの扱いがもう全然違うので、逆にやっぱりやりやすいですよ。そういうお客さんはさ、銀座で使ってたお金とさ、はい、何同じぐらいの額を落としそうとするのかな。あ、もうバリバリ同じ額を落としますよね、うん、だからなんかその安い感じで美容室を探したいから近くでっていうわけじゃなくて、うん、まあ、ただ単にやっぱりその遠くまで行くのが、うん、まあ、ちょっと大変になってきたからみたいな、まあ、結婚出産してとか、まあ、いろいろ多分こうライフスタイル変わって、だからもう全然金額は気にせず、むしろだからここまでしてもらってそういうなんか都心のサロンと同じようなこと、うん、まあ、それ以上のことしてくれるのに安いって言われるんで、すごいね。やっぱりそういう綺麗になりたいとか、いいサービスを受けたいとか、いい技術でやってもらいたいってお客さんがそういうのを、まあ、近所でね、しっかり求めて来てくれるようになって、うん、ね、ちゃんと通ってくれるようになればね、だいぶ違うよね。全然違うと思います、うん、今客単価とかだと斉藤くんで13,000円とかですね。13,000円あるんだ、はい、一般的に平均的にはどのくらいなもんなの。今だと8,000円いくかいかないかぐらいじゃないですかね、美容業界は。 そ、はい、それ、どの辺の場所とかでも、どの辺の場所とかでも多分そんな変わんなく、なん、まあ、8,000円いけばすごい、うん、いい方じゃないですかね。それ13,000円まで上げるんだ。はい、いやでも、ね、もっと高い。悪いことしてるんでしょ。いや、してない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 です、うん、もっとでも高い人は高いですけど、ね、まあね、インスタの、うん、じゃあそういう話もこれからちょっとね、斉藤君にいろいろお話聞かせてもらって、はい、ここから、何回かに分けて何本ぐらい撮れるかね、まあ、最初お話だけ、そうです、なんか斉藤君がどういうところに、あの、まあ、技術の話もたくさん聞きたいんだけど、その前の段階、はい、技術はね、またこれから先いっぱい教えてもらいたいんだけど、はい、その前にすぐね、明日から実践できるような斉藤君がどういうところに、気を配ったりとか心遣いしてるとかこだわって、まあ、お客さんを担当してたり、はい、接客してたりとかっていうところの話を少し、少しじゃないね、たっぷりたっぷり聞かせてもらいたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい。